ダビ山城は、戦国時代の美濃国竹木、郡城有地、現在の岐阜県美濃市に存在した、日本の城。別名、上内城。長良川沿い有数の川港であった、上内港の北方、古城山山頂に築かれていた城。古城山は、古名の七尾山がダビ山となり、別名を築城者の美濃佐藤氏にちなんで、藤城山、藤城山などと言われていた。 平安時代、雄地教は、上内号と下内里に分割され、上内号は、藤原氏の荘園寮となり、上雄地僧と称され、美の源氏の一族である山形氏が、上内クランドとして、大官を務めた。鎌倉時代に起きた上級の乱の後、上内を支配したのは、日立国から来た佐竹氏で、室町時代に入って、美濃国氏五色と騎士の一族である浅野氏が支配した。 浅野氏は、代々、自動職大官を世襲するが、応仁の乱後、浅野氏に代わって、美濃佐藤氏がこの地を支配し、佐藤三河守る通信の古修理大部宗の部が、上内七尾山に、藤城を築城したとされる。天文九年、斎藤氏に仕えていた佐藤清信は藤城を改築拡張して、ダビ山城を築いた。美濃佐藤氏は北面の武士から家人となった。 佐藤の利清の同母弟、佐藤中清の子孫とされる。上内旧時記によると、山頂の城は南北18軒、東西20軒で、四方を釣り壁の塀に囲まれた要害であった。釣り壁の釣り縄を、ナタ一本で切断し、壁を断崖に落として何千基でも防ぐことができた。七尾山がダビ山と呼ばれるようになったのは、このためだという考説が伝わる。清信の子。 佐藤周方は、織田信長に服属し、元気元年、大見国の姉川の戦いや、比叡山包囲に従った。元気3年9月から元気4年4月にかけて行われた、海国武田氏による、正常作戦では、岐阜城を攻める、重要拠点として、武田信玄の調略を受けた。周方は、天正2年の伊勢国の伊勢長島攻め、 天正三年の三河国の長篠の戦い、天正六年の越中国の月岡谷の戦いなどに参加し、天正十年の本能寺の変が起こると、ひねのしを治む、金森長近と巨州を相談し、家康に官を通じた。その後、橋場秀吉に、ダビー山城を安堵され、天正十一年に、橋場秀吉と岐阜城主、織田信鷹が対立すると秀吉方である。 森長義と連合し、信高方につき立花山にこもった遠藤義高を下した。文禄二年に修方の後を継いだ佐藤方政は、慶長五年の関ヶ原の戦いにおいて西軍に就いた岐阜城主、小田秀信に従ったが、関ヶ原の戦いの前哨戦とされる米野の戦いに敗れ、その後の戦線には参加していない。戦後に領地を没収され、 ダビー山城氏としての佐藤氏は滅亡した。佐藤の給料は、当時飛田一国の大使であった金森長近への論功交渉として、上内に席を加えて、麦軍全体が与えられた。慶長10年、80歳を超えた長勤は、飛田一国を後継者に相続させて、自身はダビー山城に入った。しかし新たに、小倉山城を築きそちらに移り、ダビー山城は、 会場となった。ありがとうございます。